気を出していただければいいかな、上に向かうための、応援歌まあ、自分自身との戦い、自分が経験してきたのが割とその自分自身との戦いっていうものが多かったので、違うので太鼓のフレーズも、作っていただいてるんですね、基本のパターン。これを自分なりの手に変えてやってる感じなので、まあ、普段の自分の手癖と全然違うから書き直さないと、自分なりのやつに変えないとどうやってると思うっていう感じです。すごくそのワーキバンドでしかできない形があると思うので、普通の例えば J-POP にワーキが入っているだとなんかつまらない気がするんですよね。だからどっちかというとリズムパターンも含めて僕らにしかできないで、なんか聴いた瞬間にあ、ワーキバンドだなと思うようなリズム作りを目指して、まだまだあの理想形には全然ほど遠いと思いながら作り続けてますね。だだパンスパンみたいな。 A がなくなったってことですか。うん、了解です。あ、そうだね、 A が両方ともなくなった感じ。あの 1,2,3,4,5,6 小節目の A がなくなったってことですよね。うん、あ と、4小節目の A もバーンがあ、なるほど、うん、じゃあ、両方とも A が、なるほど。いや、なんかいいけど、いや、いいんだけどみたいな、うーん、やっぱりそのグルーヴ感って言いますか、ちょっとこうなんかこの今のうねり方気持ちいいなみたいなのを、ちょっと出そうとはまあ心がけてるんですけど。蒸し風呂状態、蒸し風呂で最後の状態、空調ないのであー死ぬ。リオオリンピックの、テレビ東京さんの、イメージソングということで、今回の起死回生というのを作ったんですが、まあ、そのスポーツ選手の方はやはり結果が出るのは一瞬なんですよね。でその一瞬のためにものすごい莫大な長い時間、そのすごい、まあ、苦労じゃないですけど努力をして、大変な思いをして、まあ、その長い期間のところにテーマを、置いて、そこからどう上がっていくかっ
ていう、上に向かうための、応援歌というのが、まあ、スポーツ選手の方たちも、そして、一般生活の中にもそういうのがたくさんあると思うので、そういう方たちに聞いて音楽で元気を出していただければいいかな。絶対今回しかいせ挑むべき今のですの、今までもこの作品の、まあ、作詞したのも含めて、世界観を決めて架空の物語を、決めて、その中でストーリーが展開していくというのをすごく、まあ、得意というかそういうのが好きで作っていたんですね。で今回初めて、等身大のメッセージというか歌詞もすごくシンプルにしてあって、本当にその誰かが落ち込んでいる時にかけてあげる言葉ですね。そういうのってすごくシンプルだと思うんですね。すごい難しくは言えないと思うので、それを、歌詞にしてみようって初めて思って、本当に誰かが悩んでいる方がいる、もしくは自分が落ちている時に、思う言葉、思い浮かぶ言葉とか、実際に話す言葉というのを、歌詞に乗せてみたいなと思って今回起死回生、まあ、すごくシンプルなストレートな歌詞なので、それもぜひ皆さんに聞いていただきたいなって思ってます。いや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 21時からのミッドナイトでしてました。いや練習、うん、もうどうしよう、弾くしかないわこのままと思って入れてもらえれば、あと一応ちょっとパターンもサビとか一応8分のやつと、はい、あともう一個ちょっともう一個パターン考えてるんですけど、それも一応2本取っておいて、はい、ゆうこさんがちょっと実際弾いてどうかっていう感じで、はい、一応2個取っとこうかなと思ってるんですけど。了解です。あのうちのバンドって基本的にコード譜だけ回ってきて、そのコード譜の中で各々がアレンジをとりあえず考えるみたいな感じなんですよ。基本こうリズム取って三味線か琴を次に入れるんですよ。で、まあ、大体あの私が入れたのを聞いて、まああの胃袋さんがじゃあどこに入れると美味しいかなみたいな感じで作って、その後に歌かな、次何入れます。歌だね。マッチ最後ギター入れて尺八でギターだ、尺八入れてギターだから、ね、最後ギターが最後か。であとはなんかコード譜の中で自由にアレンジ考えてみたいな感じですね。空いてるところに入れてくみたいな。薬指と小指を鍛えるやつですけど、まあ早弾きもそんなに使わないんですけど、あのただ早いフレーズが安定して弾けるようになっておくと、あの遅いフレーズとかパッセージとかの時も割と安定することが多いんで、なんでまあ基礎練は最初に指鳴らしの基礎練を必ずやりますね。いきなりはなかなか指動かないんで。あ、そっか。なんか違和感があるとことないところがあるなと思ったら、曲が転調するからだ。ああ。なるほど。スイルではない。そうです。はい。で何で叩いてるんですか。締めとか一番高い。高め。オッケー。パンツンパンツンパパツン。ここを活かすためにこっちを低くして差別化を図った方がここが出ると思うんで。パンタンパンタンパパタン。今ジャーン。
CAGA ってそのアクセントを頭入れてるんでしょう。はい。でそこを結構あの琴をがっつり歌と琴と、まあ、三味線尺八じゃないけど、はい、で、多分バー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 か、うん、真っ白かどっちか。真っ白バー真っ白だった気するな。楽だね、だいぶ、うん、まあ、サンバっぽいぽいっていうだけ、ちゃんとしたサンバではない。やはり大前提として、まあリオオリンピック世界中の方が集まる大会でもあるので、やはり日本っていうのを出したいなとなるんですね。でもちろんそれは和楽器バンドなので、そこは普段から出してるんですが、今回まあ僕が作ってるということで、まあ、リズム和楽器和太鼓なので、リズムもかなり日本的な、リズムをすごく入れてるんですね。そのヨーパンとかヨッパパパンパパパンっていうのをやると、すごく海外の方が驚かれて、なぜカウントないのに入れるんだ日本人はっていうのをまあ言われたことがあったんですね。でそのまあ息というか、せーのっていう感じのノリ、日本人特有のノリというのはすごくあるんだなというのは、その海外出た時に感じて、やはり今回 の、 そのオリンピックというのがテーマになった中で、世界中の方が集まる大会の中で、その日本らしさを、出したいなと思って、今回、曲調的にも和の要素を取り入れつつの、騒げる、ナンバーにしてみました。久野田さんは、まあ、その同じリズム帯、同じ太鼓としてすごく細かいんですよね。そのフレーズの指摘ですとか、あの、まあ、それがそのいい意味で、あのすごく刺激的で、あのどうしてもやっぱ自分もう全て自分本位でこうやると、なんかまあ自分の手癖とかに頼っちゃうんで、そこをあの自分の発想にはないアプローチでを、求められるので、まあ、すごくこう楽しくできたんじゃないかなと思います。そう、今回この黒田さんの曲はですね、まあなんかディレクションも、まあ、黒田さんと町屋さんの2人でみたいな感じなんです。今日はこの後 LINE そのデータを、まあ、このパソコンでその撮ったので、そのデータをですねアンプに流し込むリアンプっていう作業があるんですけど、音を決めてそれを取り込むんですが、まあ、それをやったら今日はおしまいですかね、俺の仕事は。テックアンプというですね、ちょっと俺愛用のアンプです。なんかレコーディングの時はこいつなんですよ。あ、そうなんですか。今日アンプってめっちゃ大きいじゃないですか、はいはい、最近のアンプはこんなに小さい。最近のはすんげー小型で、この片手で持ってますよ。キャビネットもできるだけ軽いやつできるだけ軽いやつ、搬入搬出が楽です。なんかすげえ 生感ありますね。音の感じがなんか久々になんかこの生感聞きました。はい、大丈夫です。バッチリです。お疲れ様でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ここからの超早い曲っていう、11時からのとりあえず練習してきてよ11時からのもういかにも三味線のカラコロカラコロみたいな引き倒すやつです。大丈夫できた。大丈夫はい、ただいま、自分のレコーディングが三味線終了いたしました。
what time is it now? 何時ですか今。今、2時半です。はい、ただいま2時半ということで、まあ、いつもだったらね、もう爆睡してる感じですけど、今日はね、思いっきり8部を叩きまくっていい作品ができると思います。こちらへ。お疲れ様です。お疲れ様です。けどボーカロイドのやつやった時はして、一人で戦ってはいない。このイは、うん、下がりすぎてるので、そこも歌いやすい方でいいです。誰だって怖くなって逃げ出し、ここ逃げ出したくなる、逃げ出したくなる、じゃあここ逃げ出し、受け入れて受け、ここ受け、うん、受け入れて、ディタディタラララララララ、音はどっちですか。ラララララ受け入れて、うんうん、おはー、おはようございます。ソラドラソソソソ、うん、そうだね。で、ちなみに、最初にその勢いがある楽曲と、そうではなくてやっぱりそのバラード調というかミディアムぐらいの楽曲も作ってほしいという話があって、で私はもう最初からそういうミディアムとかバラードに寄ったものを作ろうっていうのを決めてまして、まあ今回の未来に関してはやっぱり最初のアサビ、声を上げて声を上げてララ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 ラっていうところが最初に浮かんで、ラララララっていうところはまだ歌詞とか載ってないけど、声を上げてっていうところと、そのサビの出だしは最初からついてたんです。今3コードきっちり弾いてもらってるやつを少しグリッサンド気味というかバラッと、はいはいはい、その感じを少し足せたらなと。でもシンプルな方がいいとは思ってんだよねこの曲は。うんうん、グリスってこのバラララララバラララララってやつ、あれじゃーんってやつ、じゃーん、あれ僕やらないんです。苦手なんですか。あ、違う、好きじゃないんですよ技法として。あんまりいいじゃない、いいですね。どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。すいません、いっぱいグリスさせてすいません。全然ですね。夢を広げて空見上げて、聞こえる未来の呼ぶ声が心寄せて、さあ今こそ叫べ。やっぱその旋律はすぐパッとこうサビが浮かんだんですけど、そこに載せる歌詞っていうのはやっぱギリギリまで迷いましたね。ように背中を押すでもいいし、熱を冷ます、冷ましちゃダメでしょ。そうか。熱を帯びた夏の日差しはちょっとな、吹き抜ける風、まあ背中を押す吹き抜ける風に乗って聞こえる君の呼ぶ声がとか素敵ですけどね、つながるし。背中を押す何、吹き抜ける風、吹き抜けてく風、こう、うん、押す吹き抜ける風、聞こえる君の呼ぶ声が一人じゃない、ささげぼろ、うん、とか、うんうん、でやっぱりその自分自身がですね、たくさんいろんな、コンクールだったりとか挑戦してきた過去があったので、すごく迷ったんですよ。オリンピックってやっぱりその一つの競技じゃないので、サッカーだけとかだと仲間とかそういうものをイメージして作るんですけど、オリンピックって様々な競技がたくさんある中で、どういう目線で書こうかなって迷っ
ったんですね。そんな時に、まあ、自分自身との戦いっていうものをテーマに書こうって思いまして、自分が経験してきたのが割とその自分自身との戦いっていうものが多かったので、ピアノのコンクールとか詩吟のコンクールとか踊りのコンクールとか、そういう時の自分の思いとかをすごく思い出しながら、この曲は書きました。で、この後一人じゃないにしてみます、うん、うんうん、そうだね。いつも裸足でレコーディングするんですか？私裸足です。地に足をつけて歌います。 あ、いいですよ。ははへえ、なんか何度か流して歌って慣れて、うん、こなれてくるまで吹き抜ける風背中を押した聞こえる君の呼ぶ声が一人じゃない、さあ叫ぼう。ほら終わってますよこの曲は、うん。いやー、やりきりましたね。楽しいですね。なんかその私の中で2曲今回ありますけど、起死回生の方は、まあ、聞いただけですごいあーって元気出るような感じで歌えたらなと思っていて、こっちのミラーはやっぱりですね、できればそのグッとくるとき弾けたやっぱりその、ね、必ずうまくいくときだけじゃないし、私自身がそうだったんで、いろんなこと調整する中でいい時もあればそうじゃない時もあるけれども、なんか元気ももらえるし、また次の未来も見れるような曲ができたらなって思いましたね。はい、いいんじゃないでしょうか。いろんなその努力してきたことが報われる未来だったり、思ったようにいかなかった未来、思った以上の結果が出た未来、うん、それからオリンピックって4年に一度っていうのがすごく大きいなと思っていて、次の未来が4年後だったりとかそうじゃないですか。もしかすると今回で引退の方もいたりとかで、次の世代につなぐ未来だったりとか、いろんな未来が想定できるなってオリンピックって思ったので、まあ、自分のじゃあ次のオリンピックの時ってどうなってるかなっていう未来もなんか考えたりしました。はい、これどのぐらいのテンションでいけばいいですか？このぐらいですね。テンション、テンション。テンション、テンション、もうフルテンション。フルテンション、フルテンション。一応、フルテンション。一応、お手本を。うるさい、うるさい。ちょっと流すな。恥ずかしいから。撮ってるから、今日。いつものノリが恥ずかしいから。はい。いきます。じゃあ、ワン、ツー、スリー、ファイト。ファイトですね。はい。お願いします。いきます。ワン、ツー、スリー、ファイト。この絵面面白いですね。面白いですね、うん、この臨場感のある絵なかなかないじゃないですか、はい、すごいですね、はい、持ってる方も言ってますからね、はい、あ、いいですね、うん、いいですね、本当にいいですね、はい、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。よかった誰か一人メタル声の人がゴーファイもうあはははは、へへへ、完全勝利目指すなら嫌な自分も愛して前に進め、前に進め。二小節目にちょっと入れてもいいかもな。はい、いいんじゃないですか。今週でいただきました。はい、お疲れ様。声をー
そうですね、まあ、前にあらかじめちょっとこここうしとこうかなって当たりはつけてくるんですけど、結構その実際に取り重ねた音で琴とか三味線とか入ってる状態で聞くと、その尺八が入れるべき正解の音が変わるんですよね。他の人が何をやったかとか、あとはそのたまたまのその時の日々の響きの倍音のぶつかり合いとかで、これは違うなってなってくるんで、結局はこの現場でやってみないとわからないっていう。なんでまあボーカル先に立ってもらったので、逆にそのボーカルに対してどれくらいの幅で重ねようかなみたいな、そのボーカルもその時の微妙なピッチの揺らぎがあるじゃないですか。そこに対して尺八も同じそのドならドの音でもちょっと下なのか上なのかっていうのはちょっと歌に寄り添って入れていきたいので、ボーカルの後の方がなるべく僕としては嬉しい。LINE で波形だけ収録するんですよ。で、後で編集段階でそれをアンプの入力に入れて、でここにアンプ並んでるんですけど、で、これキャビネットでこうなってるんで、ここでマイクで撮れちゃう。アイデアが生まれたりフレーズが生まれたりはお風呂かもしれないです、僕。はい、お風呂で、まあ、降りてくることはありますけど、基本的には僕はもう作ろうと思ってこう向かって作り込んでいくタイプなんで、あんまり奇跡は演じてないです。そうですね、今回は、ゆうこさんの曲とクロノさんの曲と、やっぱりギター最後にいつも入れるので、あの全体のトラッキングをこうまとめるというか、足りないものを補ったり、曲としてここをなんか力強く押し出したいとかっていうものの後押しをしたりするのが僕のギターの役目だったりするんで、まあ作曲者とかの、意図をですね、なるべく組んで、音に表現できたらいいなと思っていつもやってますけど、まあ今回もそうですね、まあ割と、まあ特に起死回生なんかは、クロノさんの方の起死回生なんかはすごく力強い曲なんで、力強いギターっていうのをなるべく心がけて、撮りました。2番の A メロ。弱った心自問自答、挫折が自信の雲だぜ、分かっていても繰り返す。これ琴とガットギターの掛け合いなんです。琴の音色とガットギターの音色ってちょっと似てて、柔らかい音がする。琴とのハーモニーがすごく良くて、琴との掛け合いでなんか落ち A とか落ちサビとか静かな部分で和楽器と一緒にガットギターを使うっていうことは多いですね。で今回は特にその同じフレーズを、琴って左側から聞こえるんですよ。でギターって基本的に右側から鳴ってて、からタラララ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 っていう掛け合いみたいなのとか意識してみたり、ストリングスとかが必要な時とかはやっぱり 1,2 本生のが入ってた方が
いいので、まあ弾きますし、で、まあたまにトランペットも使いますね。実はギターの次に長くやってる楽器がトランペットなんで。そうですか。はい。あと一応なんかちっちゃい耳ごともあるし、まあこれは神永いるから僕吹くことないけど。一応それぞれ の, あの楽器の特性を把握しつつ、はなんか和楽器のこと何にも知らないでそこになんかこう整えようとして入れようとするギターと、把握した上で整えようとするのって結構違うと思うんで、だから和楽器バンド始めてからなんか和楽器は一式揃えて全部練習したんですよ。編集作業がまだまだ続いていきますので、ギターは6本ぐらいは最低重ねてるんで、なんか本当に聞こえないようなちっちゃい音とかもあったりするんですけど、一番時間はかかりますね。まあ聞くたびになんか多分最初聞いただけとか言われなきゃ気づかなかったりとかするのかもしれないですけど、なんか聞くたびに発見があった方が楽しいかなって。イヤホン片方だけとか片方ずつとか鳴ってる音が多分全然左と右で違うと思うんで、そういう楽しみ方もあると思います。1,2,go 看看行不行 ？OK，ready？ 有买的多。1,2,go， 嗨 ，1,2,go， 然后再一年，不该。一二，二十，一十，二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 十，
いいね、前に進む、うん、前に進む、ね、いいね、前向きな歌詞ですよ、うん、分かった、みんな走ってるとみんな走ってるみたいに光はサイドから撮ってるのが面白いです。開けて、あ開けて、あしかも声がね、かっこいいね、やばいねえ、これすごいね、面白いね声もあるよね赤いです、赤い、You're ready? OK. One, two, go. Nice, go. You're もがい。はい。はい。はい、まあ、太鼓もただ稼いでるだけじゃなくて、走ってるような感じが、すごく本当に刺激的な写真をいっぱい撮っていただけると思います。まあ、創生の御明神の時から引き続き、レスキーキーさんに撮っていただいてますけど、もう、なんか作品として見てて驚くみたいな、まあ、自分じゃないみたいな形で、すごいなって、毎回驚かされて、撮影させていただいてます。みんな全員の手で何かコラージュしてもかっこいいなと思った、うんうん、そうそうそう、見てみる前、うん、あ、今日も OK、はい、最後に
これ綺麗ね。すごいね、うん、そうそう、すごい、あ、お花みたいな、うん、あ、いいね、いいよ、ちょっといいよ、もう一回買おう、透け感がなんか、その今まで影とかあんまり雰囲気とかやってきてないから、また違う感じが面白いと思います。ポージングも、いやー、本当ね、毎回毎回ポージングのいい練習というか、すごい毎回勉強になります。九九きた、はい、七十、七一、七二、七三、七十、九七、あ、三个，来，看我们团队，一百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 。それでみんなも自由で、公開しなくていいよ。持って帰ってそのままで黙っても OK。 かこち、なんかアイドルになった気分。うん、このカマス、そう、膝まで寄せて、はい、こじめて、よ、クロちゃん、頑張れ、よ、ワン、ツー、ファイ、じゃあグループもこれで OK？ OK。OK。ありがとう。じゃあお願いします。はい。よー、ハッピーバースデー、もっと寄せて、寄せて、全員寄せ、ハッピーバースデー、笑顔、笑顔、いいね、ありがとうございます、ありがとうございます、みんなもう写真に夢中ですよ、見て見て、見て見てある、これで、あ、みんなの写真が揃ってると、あ、すごい、面白いなって思いますね、なんか自分一人だと、こうまだ全体が見えてなかったですけど、逆に8人の作品が揃うと、あ、なるほどっていうのね。もう一回、笑顔、そう、ワン、ツー、ステイ、ステイ、グッ、あ、いい、かわいい、かわいい、もう一回、あ、かわいい、1000円から1万円くらい、いや、これ、最初はもかるよ。